見えんぜ、これ。この角方は山頂やろ。ああ、なるほど、なるほど。やっぱ右に160メートルですね。こっちやな。こっちだろうかな。どういうことやろ、これ。これ行くんやろかな。書いてないやろ、これ。青山君、ほら、やっぱこれやな。これ行くんですね。150メートル近くとか。ちょっとあの看板見てね、反対にずっと歩いてもらって、山頂行ってもらったんやけど。これまた、狭い道でございます。5分あんのかね、ほんまに。ちょっと開けてんだよ、そこね。ここ、何もないね。何もないんですけどね。看板が立ってるって聞いてんだよね。あ、こっちや。お、いい。危ないとこや、低いとこやった。これやな。はい。いやいや。あの山古墳はね、藤原の鎌足さん。他じゃないかと言われてるだけだってね。どうなんですかね。あら、下。ブクブクどうなのこれ。え、どこにあるのかね。あ、そこ地震観測所。これはお墓でございますか。はい、失礼しました。あ、ちゃんと祀ったんですよ。これの方、石棺とかいろんなやつはね、おそらく今塚古墳だかな。今城古墳か。どっかあの辺にね、置いてあるみたいだけど。あ、そう、携帯天皇陵じゃないだろうか言われるんだけどね。待ってね、これ分からへんの、これ。全然跡がね、ここだと思うやけど。分からんね。下がね、ちょっともう、ビコビコしてるんでね、この、ブロックが、ちょっと開きませんね、これ、ブロックがね。ここ地震研究所とかね。今まではこんな感じでございます。こう、やっぱりあの人たちやってるのかね。あれ、山、山頂がいいかね、あの人やってるの。綺麗になってますけどね。ほんまに綺麗ですよ、ここ。
この辺がもうブラブラしたらね、ブラブラしてる。青山山頂この58年。ああいう感じだったよな。今おるのがここね、なんか四角いやつね、うん。ありがとうございました。ただね、藤原かまどさんの部屋、あの墓はね、もう一箇所どこあったな。これ落ちちゃったかな。いいやな。ああ、丹山神社にあるんですね。丹山神社にもありますからね。これもね、後で長男の方が移送されたという話だけどね。それも一遍見てみたいね。はい、ありがとうございます。そしたら次は継体天皇陵に行きますね。続きは継体天皇陵。